ロシア中国不在の国際秩序が存在し得ない中で、国連改革は本当に可能なのか。岸田総理、国連総会で演説。ニューヨークの国連本部で開催されている国連総会で、世界193の加盟国の首脳級による一般討論演説が始まった。2022年はロシアによるウクライナ侵略への対応が焦点となり、岸田総理はロシアを名指しで非難し、国連改革の必要性を訴えた。岸田総理がどこまで安倍元総理を継承できるか。一方で、アメリカのバイデン大統領は現地9月22日に演説を行うということです。また、ウクライナのゼレンスキー大統領も9月22日、オンラインで演説する予定になっています。安倍さんはリベラルな国際秩序において存在感があり、自由で開かれたインド太平洋構想のような新しい構想を日本初で作るなど功績が大きかった。そこをどれだけ岸田さんが継承してくれるかという話だと思います。国内のコロナ対応や物価高対応、あるいは旧統一教会への対応の混乱を見ていると、国際社会でリーダーシップを取れるのかどうかという不安はかなりあります。国連改革は本当に可能なのか。何を言っても常任理事国の拒否権で終わってしまう。一方で、国連改革と簡単に言うのだけれど、本当に実現可能なのかどうかという議論になってくるのではないかと思います。常任理事国というと、まるで選挙で選ばれたような公正なイメージがありますが、単なる第二次世界大戦の戦勝国です。その戦勝国5カ国が拒否権を持っているので、何を言おうとしても全て拒否権で終わってしまうから、改革のしようがないのです。ロシア、中国不在の国際秩序は存在し得ない。ウクライナ侵攻以降、いろいろな意見が出ています。私が前に聞いて、なるほどな、と思ったのは、中国、ロシアが国連にいる限り、国連の機能不全は避けられないので、G7 や G20 をベースにした新しい国際秩序を作るという話です。G7 はただの会議ですが、G7 をもう少し恒常的な機構にして、そこで国際秩序を作った方がいいのではないかと言っている人がいました。以前、安全保障の専門家の先生に、こういう意見があるけれどどう思いますか?と聞いてみたら、ロシア中国不在の国際秩序は国際社会の中で存在し得ないので、何の効果も持ち得ないと、言われてみれば確かにそうです。ロシアに対して西側諸国である日米欧は結託して制裁を続けているではないですか。世界中がロシアを追い込んでいるかのように見えるのだけれど、それは我々が西側の一員であるからそう見えるだけであって、もう少し俯瞰してみると言っているのは日米欧だけなのです。日米欧は制裁してくる敵だけれど、それ以外の国がロシアと仲良くしてくれるから大丈夫。この状況で西側とそれ以外の国をまとめる方法はあるのか。中国はロシアに味方して何も言っていません。インドも中立的で、相変わらずロシアから石油を買ったり、貿易をしたり、軍事兵器を買ったりしているわけです。アフリカも中立です。意外にロシアからすると、日米欧は制裁してくる敵だけれど、それ以外の国が我々と仲良くしてくれるから大丈夫だと、そういう見方もできるのです。この状況では、日米欧という西側エリアとそれ以外のエリア、インドや中国、アフリカなど、その他たくさんの国をまとめるには、どういう方法があるのかというと、正直よくわからないですよね。世界が徐々に戦前のようにブロック化してきている。有志国的な連合としての G7 や、あるいは地域的なつながりの部分で ASEAN やアフリカ連合などが重なっていく感じになるのですか？経済もそうだけれど、WTO ももはや意味がありません。
どちらかといえば地域的な方に来ているわけでしょう。TPP もそうですし、RCEP もそうです。徐々に世界がブロック化してきている。戦前がそうでしたが、そういう方向に戻ってきているのではないでしょうか。経済がブロック化、リージョナル化していくのと同時に、政治そのものも徐々にそうなってくるのかな、という感じがしなくもありません。強権国家イコール資本主義という構図を示した中国とシンガポール。他方、中ロとそれ以外の常任理事国3カ国は政治機構も少し違う。権威主義だと言われる国と民主的に物事を決めていく国へまた分かれていくことになるのですか？欧米のリベラルな考え方は戦後一貫して19世紀の植民地時代からそうなのですが、独裁主義と資本主義はイコールではありません。イコールにはなり得ないのです。資本主義を発達させるためには国を民主化させなければいけない。だから独裁体制を倒して逆にもっと踏み込んで言うと帝国主義時代の欧米は我々が植民地にすることによって民主主義を教えてやるのだという傲慢な考え方で植民地支配を推し進めてきたわけです。1960年代くらいまではその考え方で成立していました。結局今何が起きているかというと、独裁的な強権国家の方が資本主義はうまくいくという構図をシンガポールと中国が示してしまったのです。21世紀初頭くらいに中国が台頭してきた時、欧米の知識人は盛んに民主主義ではないから中国は終わると言い続けてきました。あの資本主義は続かないと言っていたのだけれど、未だに終わる気配なく続いています。中国は強権なので、意思決定も行動も早い。世論をまとめなければならない民主主義国は、コロナ禍で混乱してしまった。将来は少子化だという話もありますが、経済はまだ成長を続けていて、いずれアメリカの GDP を抜くと言われている状況です。強権国家イコール資本主義、という構図を示している。今回のコロナ禍もそうでしたが、世論をまとめなければいけないので、民主主義国は混乱してしまいがちです。それに比べると、中国は何をするにも強権なので、意思決定が早いし行動も早い。そういうところを見ていると、意外に中国の方がいいのでは、と思う若者も出てきているのです。リベラルな国際秩序とは何を指して言うのか。リベラルな国際秩序とは一体何を指して言うのかという線引きがとても難しくなっている感じがします。個々人の自由意志に基づいてその部分から統治していくのも簡単なことではないし、民主主義は残念ながら容易に宗具に陥りやすい。これは昔から言われていることです。それこそギリシャ文明の時代から。ウィンストン・チャーチルも、民主主義は決していいものではないが、今のところは最良だ、ということを言っています。日本ほど全体主義を嫌う国はない。そういう状況なのです。日本も同じで、リーダーシップを取らないと政治が変わらないというのだけれど、実際にリーダーシップを取る人が現れると、ファシストだ、強権だとみんなが騒ぐのです。日本人も伝統的に全体主義だとみんな言いたがるけれど、そんなことはなく、こんなに全体主義を嫌う国はないと思います。江戸時代から将軍が出てきて独裁者になるかと思うとならなくて、将軍一人に任せるとまずいから老中を置いて集団合議制にしましょうと提唱したり、明治時代になってからもそれを踏襲して、明治天皇が出てきて、明治天皇が独裁者にならないように元老を置いたりしています。